モデルの、こいつは、まあ、SI の爆買いですね。こちらをご紹介したいと思います。色は人気のチェックです。こっちでコメントが上げましたけどね、ドア今回が初めてです、ご紹介したいと思います。じゃあカメラさんよろしくお願いします。まず特別装備の数々なんですけど、側から、パイオニア、カロッツェリア、ホイールセンターオーナメント第1弾はシルバー、第2弾、第3弾ゴールドになっています。しっかり、詰めたものですね。非売品になっています。で、車内行きましょうか。車内はですね、ご覧ください。まずどうしましょうか。エンジンスタート。実際にはオーナーさんの名前を入れる専用のオープニング画面をしているんですけども、10V 型サイバーナビ特別5年10万キロ保証モデルを確認した、システム構成になってます。何これ10インチなんですか。はい、10インチですね。大きいですね。車種専用のパネルで、もうここからここまで全部変えてますので、ここから全部丸ごと変えてるという感じです。しっかりしてますね。はい、テレビ画面は出しちゃっていいんでしょうか。著作権なんたら法的にちょっとやめておきましょう。はい。で、まあタッチパネルでも、動きますし、通信モジュールね、同梱いたしますんで、iPhone の Siri みたいな音声認識もできます。まあ、喋ればキリがないんで、他の動画見てもらえればと思うんですけれども、専用のスマートコマンダーホルダーもね、用意してますんで、これもう一段階動きますから、アームレスト使ってもらって、まあ、手元でマウス感覚で操作していただけるかなと思います。カメラアングルここにあるんで、カロッツェリアのロゴ入り、メタルロゴ入り専用フロアカーペットマット、これも非売品です。毛もしっかりしてますね。カロッツェリアがロゴ入れてくれたマットですから、その辺もバッチリ、シックハウス称号君ですとかね、ホルムアルヒデヒドとかなんとか、いろいろ 100% 新車感のタグも入ってお届けします。あとは今これ何色用意してあるんですか。はい、レッドがおすすめなんですけども、赤じゃ嫌だよというお客さんのためにブラックをご用意してます。で、サイバーナビ、今テレビの音声流れてますけど、前はテレビ、後ろは DVD とか、あ、もろテレビですよ。これも、この5月でしたっけ、新発売した 11.6 型のエリアビジョンです。で、後ろの人だけ、まあ、違う DVD とか見てることができるので、スマホにアプリ入れてもらってリモコンとして使えるような無料アプリもご用意しております。はい、あと、まあ、車の方をご覧ください。合皮との、コンビレザーシート、2列目も十分広いですね。黒に赤だとかっこいいですね。そうですね、よく単品で売ってくれと言われるんですけども、単品じゃ売ってません。セット商品です。で、テーブルだったり、あと嬉しいのがこれリアもオートエアコンになってまして、このグレードだけ SI ダブルバイビーの特別装備ですけど、後ろはクーラーだけの、グレードが多いんですが、この特別仕様車は後ろもエアコンになってますので、冬場も、今暑いですけど冬場も暖かい空気にちゃんと出ていきます。尺は大丈夫ですかね。あと、そうですね、ETC 2.0 ユニット、最新の ETC 2.0 ユニットも、搭載してます。サイバーナビとリンクしてますんで、渋滞の迂回計算ですとか、そういったのにご活用いただければと思っています。まあ、圏央道が2割引きだったりね、私よく使うんですけど、圏央道。2.0 は2割引き、普通の ETC は通常料金という形になってきますんで、これから、長くお乗りのお客様にはいいのかなと思います。はい、ステアリングにオーディオのコントローラーついてるんですけど、これ作動可能なんですか。はい、ノアボクシーエスクワイヤはボリューム
コントロールだけなんですけど、対応してます。でこっちのはねナビとじゃなくてあのマルチインフォーメーションディスプレイの操作系になってますんで、はい、ナビゲーションと連動してるのはこのボリュームのプラスマイナスですね。で、まあ、トヨタのサポカー対象車 SIWYB になりますけど、まあ、これだけ、装備品いっぱいつけて専用チューニングの、ね、サイバーナビのまでつけたら高いんじゃないのと、よく言われるんですけれども、このモデル、だけ特別金利 0.9% 固定金利ですよ 0.9% 120回払いまで、120回で組んでもらっても固定金 0.9% ボーナスなし頭金なしでも OK ですので、月々の分割払いにしたらば買えちゃう金額になるかもしれないと、いう形です。オフのお客様からねお問い合わせ頂戴しておりますけれども、まだまだ300台のうち、半分ちょっとありますんで今日現在、本日9月7日現在ありますんで、まだお求めいただける状況です。詳しくは展示車とかは 100% 新車館の店頭3店舗ですね、ご来店いただければと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。